新潟市秋葉区にやってきました。はい、はい、今日は僕たちがご当地応援選手の担当している秋葉区の魅力をお伝えします。新津、なんか僕小学校の時の大会が新津であって、まあ優勝してるんですね。早川選手の力で、はい、僕の力で、でもみんなの力ですあとはやっぱ、ね、堀米選手が好きな駄菓子屋さんが、駄菓子屋大好き。あ、確かにラムネとか好きですね。で、今回はお子さん連れでも来やすいポイントを紹介しようと思って。楽しみっすね。行きましょう、はい、レッツゴー。ということで、アルビレックス新潟ご当地応援選手の新潟佐渡エリアの担当鈴木選手と早川選手が新潟市秋葉区の魅力を伝えてくれるために向かったのは、新潟市秋葉区にある新津鉄道資料館。鉄道に関する展示や体験など、子どもから大人まで楽しめる場所なんです。新津鉄道資料館の岩野と申します。よろしくお願いします。新津っていうのは3つの鉄道が交差するといいますか、接続する駅なんですね。で、いろいろ車両基地が置かれたりとか、機関車を整備するようなところが置かれたりして、鉄道関係者が多い町になっていったというので、鉄道の町というふうに呼ばれるようになっていきました。ということで、今日は鉄道の魅力を知ってもらうために、お二人にクイズや勝負で対決してもらいたいと思います。おーしょ。ポイント制になってますので、ポイントが低かった方は視聴者に自腹で、プレゼントを購入してもらうというような形になっておりますおー、はいはい、ってことですごい余裕です。わかりました。よろしくお願いします。勝ちます。負けませんよ。鉄道会社の製造会社が作っていた車両で、これは一番最初の新幹線 あのゼロ系新幹線の前頭を置いて、人間の顔に例えると鼻の部分に当たる部分ですね。いわゆる標準機ですね。1465mm。こんなタイヤでかいですね。結構近くで見たら確かに、車幅もだから 3-2 で席が取れるように、全然で並べてみるとだいぶ違います。じゃあ次、こちらにありますのが、電車運転のシミュレーターになります。割と実写映像と連動して、電車運転の感じが楽しめるシミュレーターになってます。すごい。じゃあここでぴったりシミュレーター対決をやっていただきたいと思います。ピタッと止まれるとゼロになるんですけれども、よりゼロに近い人が1ポイントで、ピタッともうゼロになったら2ポイントというルールで。ちなみにこれ難しいんですか？難しいです。難しいですね。難しいです。難しいです。私全然止めるのが必ずオーバーしてる手前なんで、先行の早川選手から、はい、出発あこれオーバーだな。どうだどうだどうだ45メートルずれてます。いやいや出発ですよね出発でそこでまた緩めて出発。もうわかんない1.75 です、記録は。最後出発はいいんだ一出発ね。まあ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 最初にしては、まあ、今はできないんじゃないですか。出発進行ちなみに次、荻窪駅は下り坂なのでスピードが落ちてこないんですけど、だいぶ速いな、これオーバーじゃない。オーバーしました。どうじゃコンピューターが3メーター超えると戻してくれる。なので今は記録なしですね。3メーター超えです、まあ、このオーバーしちゃったのとフミヤの止まってから再出発はまあでも再出発はあれが効きますもんね。まあどちらも苦情は出ると思いますいやでもやっぱオーバーと一応記録ありなので早川選手なるほどね、うん、いや大人がめちゃくちゃ楽しみ、ね、じゃあ次こちらは電車で電気を取り込む重要なパンタグラフの仕組みを知ることができる展示コーナーになります。電車の走るところの電化区間の方式っていうのは
地域によって違うんですね。新潟県だと切り替わるところが一つは糸魚川ですね。でもう一つ何駅なんでしょうか。新津っていう答えなのか、ああそれを引っ掛けで村上なのか、ああせーので 2、1、新津と2、越後湯沢、正解は3の村上こんな2人が同時に外すなんてことあるんですか、うん、なかなかあれですねあの何かっていうと、うん、新潟県長いじゃないですか、はい、それでどうしてもその、北陸と東北の部分をかぶってるところがあって、で新潟県のそういう特徴をよく表しているんですよね。確かにすごいね、知らないね、そんなのね。全くここが鉄道資料館の南側展示場というところで、てか真下から見るとめちゃくちゃでかいね。ホームより下にいると、ねね、本当に大きいですよね。5両車両が並んでいます。で一番こっちにあるのが、青森から上野まで走っていた485系の特急電車、あこれですよ、あこれ乗ってたのね。これが115系電車って座ってたんじゃない、座ってましたね多分。新潟のローカルカラーでカラーリングされてて、新潟の電車といえばこれです、うん、越後線も新越温泉もね大体これ走ってましたね。半自動って言って、冬になるとみんな開いちゃうと寒くてしょうがないから手で開けろっていう風な、閉めない人いるとたまにこう座ってる人がこうちょっとこうやってかしてしまう。でこれが E4 系新幹線のあの MAX の愛称で走っていた車両になります。で改めて見るとこれ本当に大きくて、あの鉄道の車両限界の結構ギリギリぐらいまで大きくして2階建てにしてっていう風な車両になってます。じゃあここでラストの問題です。この E4 系新幹線ですけれども、2階建てで8両8両でつないだ時、最大で何人の人を運ぶことができたでしょうか。正解すると2ポイントもらえます。1車両100人からってことだよね、言ったらね。じゃあ、正解は2、3。正解は1です割と最初に正解っぽい計算をしてたから、あ2人止まっちゃうかなと思ったら、うん、やっちゃいましたね、やってるな。あ僕勝ってる、もう0ポイントか、2人とも。いや1ポイント差で新潟の出身の意地を、まあ、見せたって感じですねいやいや中央線だったね全然中央線あれ多分青山から小針ぐらいだったら多分行ってました、ね、あ俺もあれ京浜急行だって俺行ってたわ東京はちょっと怖かったわ。確かに。でも息子さんと来たいと思いました。あ思いました、本当に多分興奮すると思う、うん、こんな経験ないよね多分下から見るって。僕もでさえ初めてだもんだって、こうやって下から大人来ても楽しくないですか。楽しい楽しい。あでもありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします何をお願いします案内ご案内を。ちなみに新津鉄道資料館の2階にあるキッズコーナーでは、鉄道のおもちゃで遊べたり休憩できるスペースもあるので、小さなお子さんがいても安心して遊べますよ。クイズどうでしたか。もう悔しいですね。ちょっと難しすぎましたね、はい、ちょっと難しすぎましたね、うん、そうそう止まりますか止まるか。運転お疲れ様でした。ありがとうございます。続いて昔から愛されているこちらのお花屋さんをお花屋さんご紹介したいと思います。いきます。続いて新津のソウルフードを求めて2人が伺ったのは、昭和43年に新津駅前通りで始めたお花屋。初代店主が九州久留米出身だったことから提供を始めた長崎ちゃんぽんは、今や新津名物になっているんです。もう一つすごい、うわうまいやつやん、うまいやつやん。うわすごいですよこれ。じゃあ来ました、いただきます。いただきます。うまいぞこれ、しみる、凝縮されてるよね、やっぱ味が全部出てるからさ、野菜のエキスもさ全て入ってるからさ、美味しくね、罪悪感なくいけるよね。
ニーツパワーだ。うん、パリッパリだ。パリッパリにこのあん、このパリパリとあんのこの何ですか、対比がすごくて食べてて飽きないですね。カルカル、うん、どっち派？パリパリになった方が、はい、のままが好きか、はい、ちょっとしならした方が、俺パリパリが好きです。俺しなり派。だから最後の方のさ、分かるでしょ、うん、はい、あれあそこだもん。ちょっとしんなりしてね。じゃあこっちもらおうかな、はい、スープ多分、スープもらえない、これ多分全部飲めちゃう。あ、もうすか。じゃあこっち、はい、じゃあちょっといただきますね。わかる、わかる、めっちゃしみるよね。しみ当たるんだ、俺らの体を。ちょうど練習して、そう、塩分が欲しかったです。そうなんですよ、この濃厚なスープと。そういうコメントを俺はすればよいんだね、食べて。まあ、しっとりだ。でも美味しい。絡むね、味がね、いろんなね。ちゃんぽんとかっていいとこって野菜めっちゃ取れるじゃないですか、うん、魚介と豚肉入ってるのめっちゃ美味しくないですか。だからアスリートにいいっすよね。栄養満点っすもん。アサリも入ってるんだね、はい、アスリートにもいいね。うん、ちょっと俺言いましたよ。じゃあ今アサリートって言ったんだけどさ。あ、そういうこと。何も聞こえなかった。何も聞こえなかった。なんかあっさり言うから全然聞こえなかったっす。あっさり、うん、あさりだけに。すぐ取ってくんだから。先生、いかがでしたか。もう一言しかないかな。でも美味しい、美味しい。本当にでも止まんないぐらい、箸が止まんないぐらい、あのずっと夢中で食べれるというか。座敷なので子供も連れてきやすいですし、あのそうちゃん麺も好きですし、あの本当にそうちゃんと来たいなっていうふうに思います。もう火の打ち所がないってこういうこと言うんだなっていうふうに、なんか思わさせるような料理でした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。じゃあ見本見せてください。そうですね、まあ鉄道資料館から始まり、そしてこの駅近くのおぼな屋さんで美味しいちゃんぽんと、ちゃん麺をいただき、こんなに新津が素晴らしい場所なんだということを改めて知りました。まあね、ご当地応援選手としてさらにこの魅力っていうものを伝えていければなというふうに思っております。どうでしょう、そういう締めなのね。今これどうでしょうっていう、そっちはそっちの締め。いや、もう小池さんが言ったから全体のもう締めに入るかなって。まだまだ新津の魅力はたくさんあります。楽しみですね。素晴らしいね。今シーズンも応援よろしくお願いします。